しるきピルットチャンネル。こんにちは、しるきの相島です。さあ今日のテーマはこれですね。高枝の子、早打ちと早手の違いって何という内容でお送りしてまいります。今回はですね、枝打ちに便利な早打ちと早手、この2種類の違いについてご紹介していきたいと思います。このですね、早手と早打ちの違いって何っていうお問い合わせがですね、結構実は多いんですよね。確かにパッと見た感じ、まあ色違いって思われても正直仕方ないと思います。ですので今回は早打ちと早手の違いについてですね、詳しくご紹介していきます。それでは今日の動画が少しでもためになったと思われた方はグッドボタン、チャンネル登録の方お願いします。またシルキーでは公式 Facebook、Instagram、Twitter などの SNS も更新していますので、フォローの方お願いします。まずブレードの違いについてご説明していきたいと思います。刃渡りはですね、早打ちが390mm、そして早手が 420mm となっておりますので、早手の方が 30mm 長いとなってます。続いて刃の作りに関してなんですが、鎌刃の部分がですね、早打ちはこのように一体になってるんですけれども、早手はこのように別々になってます。そして最も大きな違いがこちらです。ドン。早打ちはあさり分けのこ、そして早手は両面研磨のことなってます。あさり分けののこと両面研磨をしたのこぎりの違いについては、こちらのシルキーの特徴研磨編という動画で我らが一茶が詳しく説明しておりますので、こちらを見ていただきたいんですが、簡単に何が違うのかご紹介します。まずですね、あさり分けというのは刃を外側に開くことでのこぎりと切断面の摩擦抵抗を減らして、さらに木くずの排出をしやすくすることで軽快に切り進めることができるというですね、従来のノコギリのあり方なんですね。一方、両面研磨とノコギリというのはアサリを分ける代わりにノコギリの側面を研磨することでノコギリの厚みを利用してアサリを作ってるんですね。ですので効果としてはアサリ分けをしたノコギリと同じ効果があるんですが、さらにメリットがあります。一つはアサリにばらつきが出ないので切断面が非常に滑らかに仕上がります。切り口が綺麗な場合は皮巻きがスムーズにいくので傷の治りが早く腐食を防ぎやすくなります。大工や DIY においても切り口が綺麗な方が仕上げが楽になります。さらにそもそもがですね、厚みのあるブレードを使用しているのでアサリ分けをしたノコギリに比べると刃が折れにくく耐久性が高いというメリットがあります。じゃあ絶対早手の方がええやんと思われた方が多いと思うんですが、それは価格だったりポールを含めた総合的な部分で判断していただけたらなと思います。続いてはポールの違いについてご説明します。ポールの長さの種類についてはどちらも2段、3段、4段と3種類長さがあります。刃を含めた長さでいうと2段は早打ちが 3.7m、早手が 3.8m、3段は早打ちが 4.9m で早手が 5m、 4段は早打ちが 6.3m で早手が 6.1m となってます。まさかの4段で早打ちが逆転という謎の現象が起きておりますが、気にしないでください。どちらもですね、ほぼほぼ同じ長さになってます。続いてポールの重さですが、これは持った感覚でかなり違いがわかります。早打ちよりも早手の方が重たいです。この4段だとブレード込みで早打ちが 3280g、 早手が 3930g ということで約 700g 早手の方が重たいんですね。高枝のこの特性として、このノコギリの重みを利用して枝を切るということがあるので、一概に重たいから使いにくいというわけではなくてですね、逆に重たいから切りやすいという一面もあります。じゃあなんで早手の方が重たいのというところなんですが、ポールの太さを見ていただくとですね、早手の方が若干太いのがわかると思います。太くて重たいんですが剛性が強くて折れにくく耐久性の高いポールなんです。このように4段を全て伸ばして使うとなった時に、早打ちも早手も6メートル以上とかなり長くなるので、斜めに構えた時少なからずたわみます。たわみの違いを見ていただくと、剛性の強い早手の方がたわみが少ないのがわかります。早手の方がしっかり安定して切ることができるということですね。ということで早打ちと早手の違いをポールとブレードに分けてご説明していきました。
説明を聞いていただいてお分かりだと思うんですが、ハヤテは早打ちの上位互換だと言ってもいいノコギリになってます。ただどちらがいいかというのは、少し前にもお伝えしたように価格面だったり手に入りやすさなどを考慮してお客様の方で判断していただけたらなと思います。はい、今回の動画は高枝ノコ早打ちと早手の違いって何という内容でお送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。色違いじゃなかったんですね。パッと見はよく似てるんですけど、結構ブレードだったりポールの違いがいろいろあったかと思います。早打ちと早手のどちらかでご検討しているという方はですね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こうやって早手を上げ下げするだけでいい筋トレになりますよ。バイバイ。